皆さんこんにちは、ちんすぽの達人です。こちらは品川駅の港南口になります。品川駅は東海道新幹線や複数の路線が乗り入れ、さらに羽田空港にもアクセスがいいため、さまざまな企業が本社を構えていて、ビジネス街として知られています。そんな品川なんですけど、知ってる人は知ってるし、知らない人は全く知らない情報として、この品川インターシティのすぐ隣に東京都中央卸売市場食肉市場があります。この市場は東京都に11カ所ある中央卸売市場の中で唯一お肉を取り扱ってまして、お肉を取引する市場に加えて豚や牛を解体する屠場が併設されています。なんでこんなビジネス街の隣にっていう感じですけど、市場の方が先にこの場所にあって、後から品川駅の港南口がビジネス街として整備されたという順番になります。東京の都城は1867年に当時高輪にあった英国公使館に肉を納めるため、現在の白金に作られました。その後、都城は各地に移転され、設立と廃止を繰り返し、1936年に現在の芝浦都城が開設されました。各地を転々としたのは、周辺住民からの追い出しにあったからで、当時この辺りは周りに何もない埋め立て地でした。これは1936年から42年の航空写真でして、この辺りが品川駅、そしてこの辺が芝浦都城になります。本当、周りに何もないですよね。しかも駅と都城の間はまだ埋め立てられていなかったみたいです。時は流れて1987年から90年の写真です。この部分が埋め立てられてますね。ただ、品川インターシティが完成したのは1999年なので、まだ高層ビルらしきものは見えません。そして、こちらは2009年の写真です。一気にビルが建てられました。この楕円の建物が品川インターシティで、市場はこの隣にあります。いや、全然違いますね。こちらが1999年完成の品川インターシティでして、これが建つ60年以上前からこの場所には都城があったことになります。で、この市場にはお肉の情報館っていう施設がありまして、館内は撮影禁止なんですけど、いろいろと学んだので、今回は日本人の肉食の歴史について紹介したいと思います。まず大前提として、日本では肉食が禁止されていたのをご存知でしょうか。それも飛鳥時代から江戸時代まで1200年っていう長期間にわたって禁止されていたんです。古来日本人はもともと肉食をしていました。しかし飛鳥時代の675年、天武天皇が最初の肉食禁止令を出します。牛、馬、犬、猿、鳥を食べることを禁止し、その後明治時代に全面的に解禁されるまで約1200年もの間、肉食は身が汚れるものとしてタブー視されてきました。そもそもなぜ天武天皇が肉食を禁止したのかっていうことなんですけど、それにはいくつかの説がありまして、一つ目は仏教の教えです。6世紀半ばに伝来し、聖徳太子が広めたと言われる仏教なんですけど、その教義の中に摂政を戒める内容があります。天武天皇は仏教に帰依していて、肉食を禁止し、動物を生かすことで功徳を積んで国の豊穣を祈願したと言われています。もう一つは政治上の理由です。当時の税制度は租用庁といって、租は田んぼで収穫したお米を納めること、要は都で働くか布を納めること、そして町は布や特産物を納めることでした。当時の牛や馬は農耕用だったので、それらを食べてしまったら農作物の収穫量が減ってしまいます。そうなることを避けるために肉食を禁止にしました。さらに家畜を食していた渡来系の管理や貴族を牽制するためっていう説もあります。とはいえ、庶民には肉食禁止は浸透せず、禁令が出された後も食べられていました。
その後、奈良時代や平安時代にもたびたび肉食の禁令が出されます。時の権力者が何度も肉食を禁止した理由として、もう一つ重要なものに汚れの思想があります。日本では仏教が伝わるはるか以前より神道が普及していて、神道では血だったりとか死っていうものは汚れたものと考えられてきました。一方、仏教では死を汚れたものとしては捉えていないんですけど、神仏習合の中で仏教の摂生界と結びつき、死んだ動物に触れると身が汚れると考えられ、ましてや肉を食べるなんて考えられないという思想が広まっていきました。10世紀前半に成立した縁起式では、肉食が汚れとして挙げられています。ただ、肉食が禁止だったとしても、動物の皮は非常に重要で、特に武具の生産には欠かせませんでした。そのため、農耕や運搬用の牛や馬が死んだ場合に処理する作業が必要になり、それが専業とされ、被差別部落の人々によって担われました。ここに食肉処理業務に対する偏見の根っこがあります。明治時代の1871年に開放令が出され、身分制度が廃止された後も偏見や差別の意識は残りました。それが未だに続いていて、食肉市場には差別の手紙が届くそうです。本当信じられないですよね。普段美味しいお肉を食べられるのはここで働いている方たちのおかげなわけで、そういう人たちにひどい言葉を投げかけるような人間は一生をそこら辺の草でも食っておけって思います。ちなみに、なんだかんだ言っても肉の栄養源は貴重だし、何より美味しいっていうことで、江戸時代には例えばイノシシ肉を山クジラと呼んだりしてこっそり食べられていました。その中で都市伝説的に有名な話として、井伊直弼と徳川斉昭のお牛騒動があります。彦根藩は牛肉の味噌漬けを考案し、薬っていう名目で将軍や各地の大名に送っていたんですけど、水戸藩の徳川斉昭はこの味噌漬けが大好物でした。しかし、彦根藩主となった井伊直弼は熱心な仏教徒だったため、藩内の牛の殺生を禁止します。そうするともちろん牛肉の味噌漬けも生産できなくなるわけで、斉昭は何度も頼み込むんですけど、無下に断られてしまいます。こうして井伊直弼は水戸浪士たちの恨みを買い、桜田門で殺害されたっていうんです。当時は桜田門外の変とは呼ばれておらず、大志騒動とかすき焼き討ち入りなんて呼ばれていたそうです。いやー、食べ物の恨みは怖いですね。はい、ということで今回は食肉市場をきっかけに日本人の肉食の歴史を紹介しました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。